こんにちは。今回は、ちょっとぐしゃってしてるんですけど、こちらのね、もちもちクッションっていうのを買ったんで、これを使って、ベッドを編んでいこうと思います。ユースの、ワンちゃんの。まあこれだけでもね、十分もう成立するんですけど、この側を編んで、可愛く仕上げていこうかなと思っています。で、今、持ってる糸で引き揃えて、結構太めの糸にして、で、普通に細編みで円を作って、で、この側になるように側面編んでっていう感じで進めていこうと思うんですよ。これはね、もちもちクッションですね。直径40センチかな。で、これが、カバーがポリエステル 97%。めっちゃちっちゃいですよね、これ。ポリエステル 3%、7%。で、この中身がポリエステル 100% ってことですね。で、500円商品です。こういったのを使っていきます。で、このラベルもカットしますね。これはね、ポストカードで、まあ、どういうものを引き添えても、めちゃめちゃ可愛くなると思うんですけど、これはね、リサイクルポリエステル毛糸。まあ、全部おなじみの糸ですね。これはポリエステル毛糸。全部ブルー系を集めました。で、これが、これデザインヤーンですね。で、こちらが、ミックスケークのサンセット。まあ、これを入れることでだいぶね、雰囲気が変わるかなと思って。まあ、このね、4色だと結構想像つくかなと思うんですけど、これを入れることでだいぶね、まあ、想像つかなくなって。でもちょっと暗めの色を入れたいので、まあ、だいぶ変わると思うんですよね。なんか落ち着いた感じに仕上がるかなと思うので、これちょっとね、入れていこうと思います。この5本をそれぞれ中心部分から糸を取り出して進めていきます。はい。こんな感じでちょっとね、糸を出してみました。で、全部1本ずつじゃなくて、このね、これなんだっけな。このポストカード。こちらはね、この2本出しました。2本出して、で、こちらの糸はデザインヤーン。これも2本出しました。結構しっかりした糸なので、まあ、しっかり目も欲しいなと思ったので、まあね、面白いですね、これ。で、これがポリエステル段染め。これは結構濃い色なので、一本でも十分存在感があるかなと思うので一本だけにしました。まあ、こういう感じで選んでも可愛いですよね。いいですよね。で、これは、ミックスケークの一本だけにしようと思います。それと、まあ、もう一つね、このポリエステル毛糸、これ一本だけなんですけど、外から持ってきて、もう一本足して進めていこうと思います。はい。こんな感じで、もう一本足して、この糸。ポリエステル毛糸。これを足して2、4、6、8。全部で8本なりで編んでいこうと思います。めっちゃね、絡まりそうなんですけど、絡みを取りながら進めていきます。で、ちょっと太めになったので、ちょっと号数を上げて、ジャンボかぎ針10ミリで進めていきます。まあ、普通に円の増やし方で増やしていきます。ちょっと編みにくさはめちゃめちゃあるんですけど、針を入れていつも通り円を広げていきます。こうやってね、引っ掛けそびれたりするので、しっかり取れているのを一回一回確認しながら、あれで立ち上がりを一つ。これでマット編んでも可愛いですね。ずっと広げていって。もうね、かけそびれてるんですよ、こうやって。だからめっちゃね、こう編みにくさはめちゃめちゃあるんですけど、これで引き抜いたら、立ち上がりを一つ。で、この輪の中に針を入れて、細編みを同じところに、6個していきます。輪の中に6個していきます。これが1つ目ということで、細編みの頭にマーカーをつけて進めていきます。輪の中に針を入れて、糸を持ってきて、そこで細編み。同じように細編みをあと4個、全部で6個編んでいきます。はい。こんな感じで6個細編み編んできたら、中心部分、この糸を引っ張って、全部ね、この8本引っ張ります。ぐっと引っ張って、で、まあ、いつもだったらね、この輪を大きく出して引き抜いてっていう感じで、この表になるので、してるんですけど、これはね、底になるので、まあ、手前から向こうに針を入れて、普通に編んでいこうと思います。最初の細編みの頭、手前から向こうに針を入れて、まあ、この糸を巻き込めるようやったら巻き込んで、で、糸をかけて、引き抜きます。これで1段目完成で、立ち上がりを一つして、引き抜きではない一番最後の細編みの頭から、往復編みでまた編んでいきます。まあ、いつもの円の増やし方で、で
フェラーに糸を当てて、フェラーでこうやって巻き込んで編んでいけるやったら巻き込んで、こうやって進めていきます。ここから同じところに細編みを2つ1、2、めっちゃ可愛いですよね、この時点で。でこれ1つ目っていうことで、またマーカーをつけて、でいつものように円を広げていこうと思います。今回はこの使う大きさが決まってるので、その大きさに合わせて編んでいきます。で何段増やしましたっていう感じをお伝えして進めていきます。こんな感じ広げてきて、今回は 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 段目まで広げてきました。でここで、まあ、直径を測って進めていきます。だいたいこの内側で測ると 32.5cm ぐらいになっています。まあ、クッションが 40cm って書いてたんですけど、当ててみてそのふわっとしたまんま残したいので、ちょっと詰め込む形でギュッと収まるようにちょっとちっちゃめにしました。結構ちっちゃめかもしれないんですけど、まあ、ここからね、私の感覚ではちょっと増し目なしで編んでいってたらちょっと広がるイメージなんですね。なのでちょっといい感じになるかなと思うので、これ進めていきます。でここまでも往復編みで編んできて、でちなみにね、一番最後は増し目1,2,3って1つずつ数えて11細編みをして増し目、11細編みをして増し目の段で終わっています。で最初の細編みの頭に今まで通り針を入れて、糸を持ってきて引き抜きでつなぎます。で立ち上がりを1つして、ここからも往復編みで編んでいきます。引き抜きではない一番最後の細編みの頭、ここに針を入れて、でここから側面増し目なしで何段間でいきます。別に特に増やさず、このまま往復編みでぐるぐる編んでいってみようと思います。でここから何段編みましたっていう感じをお伝えして進めていきます。はい、こんな感じで側面編んできました。で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 段往復編みで編んできて、ここで止めようと思っていて、一番最後、まあ、ちょっと入れてみていい感じなので、ここで止めました。でここでちょっとね、また取って、でこの状態でこちら側を表にしたいので、今引き抜きでつなげたところで、立ち上がりせずにこの状態のまま、この引き抜きではない一番最後の細編みの頭、こういう風に針を入れて、でねめっちゃ大きいんでちょっと編みにくくなってるんですけど、ここで糸を持ってきて引き抜き編みをぐるっと一周していって仕上げていきます。ここは1つ目、マーカーをつけて、で針を入れて糸をかけて引き抜き、一つに対して一つずつ引き抜き編みをして、ぐるっと一周同じように編んでいきます。はい、こんな感じでぐるっと一周同じように引き抜き編みをしてきて、一番最後の目までしました。でここで10センチぐらい糸を残してカットします。でスッと引き抜いて、で針に糸を通して、最初の目手前から向こうに針を入れて、まあ、いつものように糸始末をしていきます。こんな感じ引き抜いて、でこの出てきたところに戻って目を作るようにして糸始末をしていきます。一回グッと締めて、ふわふわとして周りと同じぐらいの目を残して、こちら一応裏にしてるので裏に返し返し糸始末をしていきます。こんな感じで何回かしたらギリギリで糸をカットします。カットして、でこの長く残っているのも同じように糸始末をしていきます。はい、こんな感じに糸始末をしてきたので、クッションをまた入れてみました。でね、ちょっとサイズ測りにくいんですけど、大体でちょっとお伝えしていこうと思います。このね、直径がちょっと見えてないんですけど、35センチぐらいになってるかなと思います。で深さが、でもねちょっと測りにくいんですけど、15センチぐらいだと思いますね。でここの上のところでだいたい2センチぐらい上がって17センチぐらいだと思います。メーカー参考にしてみてください。まあ糸もね、この良かったですよね。いろんな色を入れたんですけど、全体的にブルー系っていうので合わせたので、糸もまとまったかなと思います。このオレンジが来た時にどうかなと思ったんですけど、でもすごく良かったなと思います。もともとね、このオレンジの糸がブラウンとかいろんな色が入っているので、まあ、合わないわけないなと思って、めっちゃ可愛くなりました。まあ、こうやってブルー系とかなんかまとまった同じ色の糸を使うと、まあ、全体的に糸はまとまるかなと思います。この雰囲気が。それもね、細編みしかしたないので、
まあ、めちゃめちゃ簡単に作れるので、まあ、ただね、かぎ針でこう引き抜きにくい、編みにくいっていうのはあるかもしれませんね。なんか一本だけ落としちゃうとか、まあ、そういうところだけ気をつけて、まあ、編んでいただくと、まあ、めっちゃ簡単に、割とね早く作れたかなと思うんですよ。大きいものを作った割には。なので猫ちゃんのベッドとかいろいろ作ってみてください。こっちとしてね仕上げたんですけど、まあ、反対側でもねめっちゃ可愛いなと思って人間が座るあの座布団としてもいいと思うし、まあ、その、 あの地べたに置いてあのクッションとしても使えるかなと思います。いろいろ好みによって変えて編んでみてください。今回も最後まで見てくださりありがとうございます。